決まりです。はい。という結論が出ました。まだありますよ。あ、もう一個ある？はい。まだありますよ。はい。モッサンさんです。ありがとうございます。なんだ？未解決事件を調査していただください。いいよ。最近、うん、何々男子、何々女子という、モテカテゴリーが生まれ続けていますが、あ、関さんの野島さんが思う次に来る〇〇男子〇〇女子ブームは何だと思いますか。僕はたび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 って読むのかな、この字は。毎回そのブームに毎回乗り遅れている気がしますので、次こそは先回りして〇〇男子になってみたいと思っています。毎回そう思うらしいですよ。なるほどね。でもファッションとかもそうだけど、うん、決めてるわけでしょ、これを流行らそうってね。その決める人たちがいるんですよね。いるんだよね、一握りの人たちが、うん、今年はこれが流行るとかいう、うん、この色でいきますとか、いきましょうみたいな、うん、でそっち側になれればいいんじゃないの。じゃあ自分がそうか、偉くなっちゃえばいいんだ。偉くなってそういう発信できるポジションに行ければ、うん、いきなりもう解決ですか、じゃあ。そうね、あとは、うん、何が来ると思いますか。今何男子が流行ってるんですか。今何が流行ってんだ。よく前、ひととき前はメガネ男子とかいろいろありましたけどね。今タリマッチョ系とかそういうこと。あります。あと、草食系男子とか。ああ、そうだそうだ。肉食系とかありましたよね。僕、次が来るのはやっぱ農村男子かな。あ、農村男子ね。農村男子かな。いや、でも農村男子とか、狩猟男子っていうのは、うん、結構でもいいよね。ほら、サバイバルな、ことがさ、うん、必要になってくる時も来るかもしれないじゃない。そうです。僕普通に東京の公園歩いてて、あ、これ食べられる草、これ食べられない草なんて、分かるの？だいたい分かります。マジで？これは悪強いから結構煮ないとダメだなって。すごいね。これは炭と一緒に煮てとかいろいろ。本当？灰と一緒に煮てとかいろいろ。すごいね。分かります分かります。え、あのなんていうの、こういう獣のさばき方とかも？獣のさ、僕はさばいたことはないですけど、だいたいさばき方は分かり。マジで？だいたい知識としてはありますけど。すごいね。結構サバイバル系だ、てかアウトドア系なんだね。アウトドア、そうですね。僕、山に10年いたので。あ、そっかそっか。そう、ちょっと狩猟は入ってますね、確かに。ああ、なるほどね。いや、でもそういうのたくましいのは、やっぱこの、これからの時代、多少持ってないと、やっぱ生き抜いていけないんじゃないかなと思う。そうですね。もう最後に生き残るのは食、もう生産者ですからね、食の。そうだよね。うん。ぜひ。じゃあ、農村男子。農村男子。農村女子をぜひぜひ。というわけで、結論は、農村男子です。農村男子。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕が言いそうになっちゃいましたね。いいです、いいです。はい、ありがとうございます、はい、というわけでございましてですね、はい、引き続き皆さんの未解決事件の調書お待ちしております。